山内忠康は、日本の実業家。元広島ガス社長、元広島商工会議所会頭、広島市出身。広島県立広島第一中学校を経て、旧正広島高等学校に入学。旧正高校では、松谷健一郎元中国電力社長、山本明元中国新聞社社長、長野岩大須元広島県知事らと同期で、 友人だった。旧正高校では、両院を務め留年したが、非常に人望があった。旧正高校を卒業後は、九州帝国大学工学部に進学、卒業後は、住友金属工業に入社するも間もなく、海軍に応召。終戦により復員するも、財閥解体により復職できず、四国ガスに勤務した後、1947年。 ジップが重役をしていた、広島ガスに入社。1961年阿賀工場長、1964年取締役、1970年常務取締役、その後わずか7ヶ月で専務取締役とスピード出世し、専務就任からわずか2ヶ月にして、前社長の辞任により、社長に就任。 1976年から1982年まで広島商工会議所会頭を務める。母校である広島一中並びに広島県立広島国体事高等学校の同窓会である小井城同窓会の会長も務めた。1982年に社長を退任し会長に就任するも1983年間の試し死ありがとうございます。